はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。本日なんですが、主役ご紹介しましょう。ダイスポットさんです。はい。ダイスポットさん、主役でございます。はい、本日は。ですね、このデッキ、ギミックの大元、またね、衛星ネタデッキ王こと、シャルル・マーニ大先生より、もうデッキ案をいただきまして、組んできました。先行、実質先行、1万2000バーを食らわして、相手のライフを焼き切ります。はい。はい、クソデッキ製造工場長ですよ、私は。本日のギミックなんですが、このダイスポットっていうカードが、これどういう効果を持ってるかっていうと、お互いにサイコロをね、1回ずつ振るんですよ。リバース効果でね。リバース効果でお互いにサイコロ1回ずつ振って、で、相手よりも、大きい目を出した人が勝ちっていう。で、大きい目を出した人は、その出した目の数かける500ポイントのダメージを相手のライフにぶち当てることができるんですけども、なんとですね、自分がっていうか、相手が出た目が6だった場合、要は例えば自分が6出したとしましょう。そしたら相手に6000ポイントもの激ヤバダメージを与えることができるんですよ。これやばくて、はい、今日は実質先行、先行というか、後攻、相手のターンに渡った時のドローフェーズで、6000ポイントのダメージを、2回相手にぶち込んで勝ちます。はい。やり方をご説明しますね。まずコンボパーツなんですけども、カオスポットと、ダイスポット。この2体を墓地に送っておきましょう。はい。で、リバースリユースという、このカードで、蘇生します。相手のフィールド上に。自分の墓地のリバースモンスターを相手のフィールド上に特殊召喚しますと。カオスポットのダイスポットを。で、さらに、召喚制限猛突するモンスターっていうカードを、発動しておいて、デタラメを発動しておくっていう。要はコンボパーツ一応、これとこれとこれ。で、墓地にこれとこれを送るっていう、そういう感じのね、コンボパーツになってまして。はい。これをやるためにいろいろデッキを回すね、ギミックが入ってる感じなんですけども。何が起きるかっていうと、カオスポット、よくご存知かもしれませんが、カオスポットってリバースするとフィールド上のモンスター全部をデッキに戻して、その後お互いに戻した数と同じ数のモンスターが出るまでデッキめくって、出てきたレベル4以下のモンスターを裏側守備表示で特殊召喚するよっていう効果なんですよ。で、カオスポットを要はダイスポットと一緒に特殊召喚すると、リバースさえできれば無限供給期間ができるんですよね。無限ループ、これいわゆるカオスポット無限ループと言われているコンボなんですけども、これを召喚制限猛突するモンスターを発動しておくことによって、そのターン特殊召喚に成功したモンスターを全部表側攻撃表示するということで強制リバースさせることができるんですよ。見てもらった方が早いかな、このデッキは。見てもらった方が早いと思うわ。で、コンボパーツを集めるのに最適なのがヌメロン系のコンボで、なんでかっていうと、この希望の記憶っていう最強のドローカードがあるんで、ヌメロンネットワーク発動して、ヌメロン4体出して、で、希望の記憶とか、使ったりとか、あと、妖刀竹光と、黄金色の竹光っていう、なんか強欲なツボギミックを使ったりして、なんかめっちゃドローして、で、スカルデッドのコンボパーツ集めて、で、伏せカード全部伏せて、相手ターンのドローフェーズにこの最強コンボをぶちかましていくっていう。先行というか、実質先行1万2000番ですね。はい。早速、クソデッキで相手のライフを焼き切っていきましょう。デュエル、スタンバイ。なんかこのデッキ使ってたらプラチナ3くらいだったんだけど、なんか今ゴールド4くらいだったけど、おかしいな、なんでだ。プラチナランク3くらいだったんですよ、このデッキ使う前は。なんかゴールド今4くらいなんですけど、どういうことですかね、これね。どういうことですかね。どういうことですかね。さあ、ヌメロンネットワークの効果を発動、お、言うはずないな、相手言うはずないぞ。ヌメロンネットワークの効果により、ゲートオブヌメロン、エイカム、そしてドゥベードゥルーにシャトゥーバーリーを特殊召喚。さて、人格しに行くか。まずはナリキンゴブリンの効果を発動。カードを1枚ドロー、1000枚からって1000枚上げてワンドローで、無の煉獄の効果を発動。マジックカード無の煉獄、無の煉獄の効果によりカードを1枚ドロー。チキンレースを発動。チキンレースの効果により1000枚払ってワンドロー、1000枚払ってワンドロー。疑似空間があるんで、まだ1枚ドローできますね。妖刀竹光が欲しいといったところ。なるほど。疑似空間の効果を発動。疑似空間は墓地に存在するフィールド魔法の効果をコピーし、
そのフィード魔法として扱う。効果をコピーできる。これで1000ライフ払ってワンドロー。ちょ、うるさい。ちょ、ダンスマジうるさい、チェーン。で、デッキからカードを1枚取ろう。そして、手札ダンサスを発動。手札ダンサスの効果により、カードを2枚墓地に送って、2枚取ろう。お前もだ。お前も墓地に送りな。あ。なるほど、お前判断早いじゃねえか。そして、妖刀滝光を装備。妖刀滝光の効果により、股間の色の滝光は、強欲な壺として扱う。カードを2枚取ろう。やばい。やばい。やばい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 。来たー、最強カード来た。希望を思い出せ。ナンバーズモンスターの数だけカードを4枚取ろう。うおー、あと9枚。え、じゃあ、墓地が9枚か。とりあえず、これチキンレースを発動しいか。チキンレースを発動。チキンレースの効果により、1000ライフ払ってワンドロー。1000ライフ払ってワンドロー。妖刀竹光来たか。で、とりあえず疑似空間を発動。で、疑似空間の効果によって、1000ライフ払ってワンドロー。いいぞ、今んところ繋がってるぞ。綱渡り成功してる。カードを一枚取ろう。チキンレース、なるほど。そろそろちょっとサリュージャ行きます。そろそろサリュージャして、一旦ちょっと妖刀滝光くんなんかあれなんだよね、小金色の滝光くんが引いて、あとあれなんですよね、デタラメだけ引けばもうコンボパーツ成立なんで。いけ、サルージャースカルケット。4体を育てにした場合、このカードは4枚ドローし、3枚をデッキで戻すという最強法を持っている。スカルケットの効果をチェーン1で発動。そしてチェーン2、妖刀竹光の効果を発動。いける、これはいける。妖刀竹光の効果によって、ここはね、色の竹光を手札に加え、そしてスカルケットの効果で4枚ドロー。勝った、第3部完。勝った、第3部完。いらない、これもいらない。もうドローする必要はない。もうコンボパーツは揃った。ドローする必要はない。ふん。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット。さあ、お前のターンだぜ。まあ、これ先行ワンキルって言いながら、実質相手のドローフェーズに勝つからちょ、まあ、先行ワン、実質先行ワンキルですね、正確に言うと。はい。そしてリバースリユースの効果を発動。リバースリユースの効果により、カオスポットおよび大スポットをお前のフィールド上に特殊召喚する。そしてそのカードにチェーンし、召喚制限モードツールモンスターの効果を発動。さらにその効果にチェーンし、デタラメの効果も発動。このカードの効果により、サイコロの目は、サイの目は俺様の好きにいじらしてもらうぜ。ノーカン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 。さあ、カードを特殊召喚裏側周表示で、そして召喚制限モードするモンスターの効果により、特殊召喚に成功したモンスターは全て攻撃表示となる。さあ、起きろ、ひょいひょい。そしてお前がチェーンを組め、このモンスターたちの効果は強制効果だ。つまりお前がチェーンを組まなければならない。そして大スポットの効果を発動。大スポットの効果により、あ、なるほど。じゃあ僕のデメだけ6にさせてもらいますね。はい、僕6です。6000番僕のデメ6なんですよねはいあとは今めくれたモンスターの数と同じレベル4以下のモンスターが出るまでカードをめくり、デッキからめくったモンスターが出たら特殊召喚できるぜ。裏側を渋表示だな。そしてこのターン、特殊召喚に成功したモンスターは召喚制限モートするモンスターの効果により攻撃表示となる。起きろお前ら、仕事だ。そしてチェーン1、カオスポットの効果発動。チェーン2、大スポットの効果発動。大スポットの効果により運命のダイスロール。あ、じゃあ僕のネメ、6で12000番クソデッキだな。希望の記憶にうらら打ってくるやつは人間じゃねえわ。ああ、希望、まあ普通っすけどな普通っすけどな。とりあえずオロマイしてから考えるやつ。
で、オロマイして、やばすぎる、あまりにもやばすぎるモンスターを落ちよって、あ、これ裏はないね。これはね、ハンド結構強いですね。ヌメロンネットワークから入って、で、希望の記憶ができるんで、これ結構強いです。はい。まずは、ヌメロンダイレクトを墓地に送って、ヌメヌメしていきましょう。ヌメロンネットワークの効果により、ゲートオブヌメロンエイカム、そして、トゥルルーに、ドゥベー、チャトゥバーリ、オートク召喚。さあ、希望の記憶を発動。希望の記憶の効果により、カードを、4枚ドロー。よし、強欲なツボ来た、強欲なツボ来た。先にこっちか、先にこっちだな、先にこっち。テラフォーミングの効果により、これはチキンレースでいい。チキンレースを手札に加えていく。そして手札よりマジックカードを妖刀竹道の前に1回ゴブリンを発動。ゴブリンの効果によりカードを1枚ドロー。なるほど、チキンレース先発動。ちょっと強欲なツボはちょっと要所まで取っておきましょうか。で、カードを1枚取ろう。ひょい、無の煉獄ね。魔法カード、無の煉獄を発動。あ、これ不満足さんのモノマネします、今。はい。伝わんなかったかもしれないですけど、今、不満足さんのモノマネをします。疑似空間の効果。疑似空間の効果により、チキンレースをゲームから除外し、1000ライフ払ってワンドロー。ふん、ほい、なるほど。妖刀焚き水を装備。いや、これあとですね、ダイスポット送ってあるんで、あともうトラップカードが来ればリバースリーフスが来ればいいです、正直。あ、来ました、あ、来ました、神ゲーが起きそうです。カードをセット、カードをセット、無の煉獄使ってるもんね、俺ね。無の煉獄が使ってる。カードをセットで、エンドでいいや。ひゅいー、でもそれは大丈夫です、特に発動する必要はありません。さあ、お前のターンだぜ。お前のドローフェイス、最強トラップカードをリバースさせてもらう。リバースリユース発動。リバースリユースの効果により、墓地に存在するカオスポットの大スポットはお前のフィールド上に特殊召喚される。そしてその効果にチェンジ、召喚制限モードするモンスターの効果を発動。さらにその効果にチェンジ、デタラメの効果も発動。さあ、運命のダイスロールのお時間ですよ。行きましょうか。デタラメの効果を発動。デタラメ、あ、デタラメじゃねえや。リバースリースの効果を発動。これでカオスポットと大スポットを特殊召喚していく。そして、仕事だお前ら、お前仕事だ、起きろ起きろ、何終焉の地。あ、いいだろう。何が発動されるんだこれ。終焉の地。なんかやばいカード発動されないよね。湿地草原なんだこれ。バージェストまで来か。さあ、お前がチェーンを組め、お前がお前自身の手でチェーンを組め。なるほど、大スポットとカオスポットの効果をチェーン1、2で発動していく。なるほど、大スポットの効果3、あ、じゃあ僕の方はで、デメいじらしてもらいますね。僕の方ちょっと一旦6にしてください僕の方6で。さあ、どうする、やばいぞ、これはもう確定してるぞ、ダイスポットリバースが。ちなみに俺のライフは6000、これワンチャンダイス見せると死ぬ、ちょっと負け試合になる可能性もあるまあデタラメあるから多分大丈夫だと思うんだけど。さあ、出てこないね、モンスターが。なかなかモンスターが出てきた。よし、行こう。もうこんなのみか。さあ、モンスターをセット、モンスターをセット。そして召喚制限モードするモンスターの効果、ふいふい。そして召喚制限モードするモンスターの効果によって、チェーン1カオスポットの効果発動、チェーン2ダイスポットの効果発動。運命のダイスロール。君は3ね、僕は3ね、あ、じゃあ6で、じゃあ6で、自分6いいっすか。対戦ありがとうございました本当にすいません成功率ね、体感、まあ、このハンド一回でいけるかもしれない。体感成功率どんぐらいだな、 5% くらいかな成功率多分 5% くらい。来たわ、神ゲーか、これ来ていけんじゃん、これダンサスあるし。
断殺あるから結構強いよ。手札断殺発動。はい。ねえ、まあ、カオスポットの大スポットはもういらないからこれ墓地を食っちゃってよくて、これ相手もな結構なんか手札交換できるの結構あれなんだよね。あの相手の手札強くなる可能性あるっていうね話があって、インフェルノイドですかね相手で。ナリキンゴブリン発動。あ、来た来た来た、オッケー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 。じゃあこれは耐えてる。セットセットセットで、これで何もすることはないエンドで、相手のドローフェイズさ、懺悔の用意はできているか。懺悔の用意はできてるか聞いてんだよ。リバースリユースの効果を発動。リバースリユースの効果により墓地のモンスターリバースモンスターに対応、お前のフィールド上に特殊召喚する。これによってカオススポットの大スポットをお前のフィールド上に特殊召喚、そしてさらにその効果にチェンジ、召喚制限モードするモンスターの効果、さらにその効果にチェンジ、デタラメの効果も発動。いけー、うおー、大スポットの効果6 1。え、 1？ え、じゃあ俺のデメを操作するしかないのか。6、もう一回振り直そうぜ。6